どうも、生田遥です。福井のハッピーホールというところで恐竜授業というイベントしてきました。トークショー楽しかった。皆さん来てくれてありがとうございました。で、せっかくの福井なのでお土産をいろいろ買ったんですね。恐竜のお土産は結構あって面白かったので紹介します。まずはデデン、これがね、このイベントの日発売というちいかわと恐竜のコラボ。恐竜いいね。福井って書いてある。福井限定かな。かわいい。ゲットしました。マジでかわいいな。ちいかわってこの顔いいよね。うんうん。で、恐竜もなか、もなかが3つあるんだけれども、でこっちがスイーツバージョン、甘いものバージョンで、トマトとか野菜バージョンで2つあって、でコラはスイーツバージョンにしたっていう。でなんかお湯にこれポンって入れて、なんか甘いミルクみたいにするんだって。ちょっとまたやったら画像載せます。そして福井カレーザウルス、なんだ福井カレーザウルス。でも絵が恐竜だから、んー、なんか鶏肉でも入っているのかな。でも激辛って書いてあるんだよね。トマトとなんか変なよくわかんない野菜、あ、玉ねぎ、らっきょう、にんにく、梅、鶏肉は入ってなさそう。まあでも福井のいろいろな何かが入っているのかな。福井の食、あ、待って書いてあるじゃん。ほらこっち手羽先あるね。恐竜だね。恐竜カレー理解した。で、食べ物の流れで今度はコーヒー、福井ブレンド、ラプトルハードなんだろう。これとこれは味が違うのかな。あ、書いてあるわ。こっちが福井ブレンドサウルスマイルド、こっちの方が甘い感じなのかな。また両方飲んでみて味比べしたいと思います。そしてでれーん、ソースカツ、風味カツ、これよくあるお菓子って感じだね。カツ、福井県のソースカツ丼。なんかヨーロッパ丼とか有名だよね、福井は。美味しそうだ。そして福井ソースカツ、またね、風味なんだけども、今度はポテトチップス、すごく美味しそうだ。ソースカツの発祥の地、あ、発祥の地だからってことなんだ。お菓子最高。そしてあと福井ってメガネが有名なのかな。見てこれ、メガネと思いきやクッキーかな。クッキーっぽい。黒ごまとか入ってて、でデザインがほら恐竜なの。すごくない？よくない？これでちゃんとね、割れないようにガードしてあって、でこっちも同じの入ってるんだけど、ほらメガネをかけた図がこちらで、こっちはねメガネクリーナー、スマホとかにも使えるのかな。これいろいろ色があって、オラは黄色が好きだから黄色にした。うん、いろんな恐竜とかいてかわいい。というわけで福井のお土産ハチでした。乾パンを固くしたような感じです。硬い。コーヒーはというと、マイルド。
ラプトルハードいただきます。あああんま変わんないかも。中身はあーこんな感じだ。あちょっと食べてみる。福井がソースカツ丼の発祥の地なんだって。だから恐竜も食べてる、ティラノサウルス食べてる。福井カレーザウルス、こちら早速食べていこうと思います。激辛大丈夫かな、怖っ。ほらカレーを発掘しようとしている、この中に恐竜が入っているのか。入っている、だって手羽先って書いてあったもん。じゃあ食べていこうと思います。でもう横に置いてあって作った出来たてほやほや。これやっぱり手羽先入ってましたね。でこれね、本当はもうちょいルーあったんだけど、オラがあんまルーいらない人だからちょっと少なめに、ルーだけ少なめにしました。手羽先スプーンで割れんのかな。あいいじゃん、あスプーンでほら肉取れる。あ美味しそう、早速食べます。おい、あ美味しい、そこまでひどく辛くない。うまうま。辛さレベルが4、最高が5で、小さなお子様は牛乳かなんかで薄めてって書いてあるんですけれども、特に本当に全然辛くなくて、あい、甘口でもないんだけど2とかでいいと思う。どうだろう、まあそんなに辛くはなかったです。福井ソースカツ丼はいつの間にか食べ終わってしまっていた。取ろうと思ったのに、まあでも見た目普通にポテトチップスっていう感じで、味は薄めです。パッケージは最高なのでこれのコンソメ出してほしい。続いて恐竜もなかは、ででーん、かわいいマジでかわいいね、ほらかわいすぎて、うわー、これをバリッで割ってカップに入れてくださいって書いてあるけど、うわもったいなくて割れない。うわーバナナオレが飲みたいの、うわーもっといっぱい買っとけばよかった、1個しか買ってない。こんな感じでした。ではご視聴ありがとうございました。いや食わないんかい。ではまた、バイバイ。